はい、皆さんこんにちは。今日は、日本1位の方の笹坊さんが、紹介していた今、まあ、現環境で一番勝てる、アルカディアスプラス、まあ、その SR を採用した、まあ、配下筋構築にはなるんやけども、こちらを紹介していくと。で、まあ、笹坊さんの影響かは知らないけども、最近やっぱりその水文明、まあ、今回も水文明入ってるけども、まあ、ドローソースを光文明のミストリアス4枚差し、これが結構主流になってるね。ボルメテウス、アルカディアス、まあ、その他デッキもろもろ、やっぱりその光文明のピカリエっていうのが強い面もあって、光文明入れるならばもうミステリアスに関しては4枚採用しようという構築がすごい増えてるよね。なので、まあ、もうちょっと環境がこう整ってきて、まあ、新しいパックとか出るならば、もうアクアハルカスとかね、アクアチャージャー、まあ、サンコス2枚ドローとか、その辺のカードを入れるのではなく、ミストリエスでドローしていく、そういうような環境が到来するのかなという印象はすごい最近思うと。でも早速ね、1枚ずつ紹介していくんやけども、スレツレグサが1枚、サリエスが2枚採用、フェアリーライフが4枚採用で、牛が4枚採用、ピカリエが4枚採用で、ホーリーメールが2枚採用で、念仏のエルフェンが4枚採用で、このカードはまあレアリティは R なんやけども、4コス2000で自分のクリーチャーの召喚コストを1少なくすると、ただしそのクリーチャーの持つ文明の数より少なくならないということで、まあコッコルピアとかで例えば2コスのカードがもしあったとして、0コス以下にはならないってことやね。まあ要するにマイナスにはならないということなんやけど、例えば4コスのカードしたら3コス出せるみたいな。でこのカードが盤面にいる限りそれが能力得られるんで、まあ、すごいこう召喚コストをこうやりやすいよね。このカード結構面白いなと思うんやけども、まあしかもそのビーストフォークっていうのが、あ、じゃあスリーフォークか失礼。で、あとミストリエスが4枚採用で、アルカディアスが2枚採用、ホーリースパークが4枚採用。まあホーリースパークも最近ね、やっぱりそのミラー製のアルカディアスとか、まあ、アルカディアス出した状態でもそのホーリースパークが発動できるからね、こう一気にこう逆転要素として強いから4枚採用されてると。でアクアサーファーが4枚採用で、二月輪が1枚、二角の超人が2枚で、アクアスナイパーが2枚採用と。まあ SR が非常に多いっていうのはあるんやけども、まあ、もしこのデッキ作れるって方がいたらね、まあ、ぜひ作ってほしいなと思うんですが、やっぱりミストリエスも強いしね、まあ、自然文明で一気にマナ加速して、でマナの余りとかいっぱい使いながら、もうどんどん高コストのクリーチャーを出していく、まあ、そういうような構築なのかなと思います。でこの動画面白いなとかね、参考になるなと思った方はぜひね、チャンネル登録と、高評価をねぜひよろしくお願いします。で他にもね、デュエルマスターズの動画上げてるので、そちらの方もね見ていただければ嬉しいなと思います。さあ始まりました。今日はね、世界1位のデッキをまた使っていくんやけども、まあなんやろな、いきなりちょっとアルカディアスピカリエ2セット揃ってるのはえぐいんやけど、まず相手の、デッキを見るとボルコンなんよね。なんやけども、まあどうするかなよね、これ。まあピカリエ1枚捨てるかって考えるか、でもサリエさんはジュヤがちょっと出すか。まあ結構そのビートやったらね、サリエス出すんやけど、ワンチャンまあサリエス捨ててもう4ターン目まで何も動かないみたいなね、それもありかなと思う。で4、あの今回自然文明がかなりこうブーストできて、あの結構すごいこうデッキの構築見て飽きたね、すごい面白いなと思ったんやけども、まあちょこいつ出したよね。だからちょっと牛さんは生贄させて、ちょこのターン動かんとくか。いや結構ね、念仏のエルフェンがね面白い能力を持っててね、まあ、1コスト少なくするから、そこが下がって下がって発射します。もう許さねえからな、お前もう許さねえからな、今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ、もう許さねえからなお前。今の念仏取ったのはな、死罪に値するぞ。私からすれば今のカードは切り札なんだよ。そのカードを破壊するということは、私の堪忍袋の尾が切れるということが成立するとわからないのかね。 4C ボルコンっぽいね、水文明。まあ 4C ボルコンやね。まあやられたらやり返しますよ、私だってね。そんな赤子の手をひねるような雑魚カードを並べて、私に勝つという未来の平行線をもたらすこと自体が間違っていることを教えてやろうじゃないか。いいよ、だったらもうこのターンはマナブーストしまくって次のターン一気に行くみたいな形にするか。まああのハンデスされたらちょっとだるいけどね。
まあ一気にもうこれでもう次のターン7コスまで使えるわけよね。いやー強いな、やっぱり。やっぱ自然文明入れるところで面白いところって、やっぱこういう風にこう一気にマナブースト。お前俺の堪忍袋を切るのはやめてくれよ。これ以上私を怒らせてしまったらこの世界を破壊することにもなりかねないって言ってんじゃん。そろそろ怒らせたね。私を怒らせた。お前は俺をプッツンさせたことが世界の報いなんだ。マナブーストさせながらクリーチャーを出すことができる。このカードはね本当に強いよね。まあ、ホーリーネイルはもう使えないので、まあ、今のマナ言ってくれたありがたいね。しっかり光文明、マナに言ってくれたと。さあボルメテウス来るか。あドローしていく。まだボルメテウスは引けてないと。私の名前を呼んだか。決着をつけよう。決着つけるか。あい最強やね。これはマジでありがたい。クリーチャーカードを2枚、手札に呼ぶことできるんで、やっぱな、二角の超人最近ちょっと使ってなかったけども、さ、ホーリースパーク、アクアスナイパーがいいね。そして強力なね、クリーチャーカードを手札に戻すと、これでいこうか。これマジで強いよな、このカード。いや、ミストリエスもアクアスナイパーも強い。ただ、自分のデッキを見る限り、手札は少ないんやけど、これ以上手札を消費したくないって考えるんやとするならば、まあ、ミストリエスね、マナに使うのもありかなというところであるんやけど、これ二角の超人出るだけで戦況はね、本当にオセロの白の盤面が黒に変わるみたいな、もうそれだけのパワーと力を持ってるからね。マジでこのカード出すだけで世界は変わるよ。誰も世界を変えることができないみたいな一人の少年がよく嘆くが、世界を変えることなんて簡単にできるんだよ。私たち一人一人の実力というものは世界を変えるだけの力を持っているんだよ。だからそれを発揮してこの世界に終焉と終幕をもたらすのが私たちがこの世に存在する意義なんだよ。それこそが私たちがこのね、生命の種から誕生した意味合いともあり、この世界に爆竹の終止符を打たらすためのものなんだよ。わかるか？それが分かってこそだよな。遊戯がないのが私の流儀。アクアスナイパーで地獄を見せてあげるか。おい、いいね、いいね、面白いね。アクアスナイパーつかホーリーメイラー多分もういらないんで、ないんでボルコンやしね。ボルコンにホーリーメイ使えないんで、そしてこれいこうか。じゃあ地獄を見せてあげるよ。アクアスナイパー発動。狙ってものは逃さない。このカード一応ダブルブレーカーしか持ってるしね。いやーな、マジでなんだろうな、やっぱ上級者が作るデッキの構築ってやっぱいたんやんね。さあダブルブレイクしていく。これもかなりでかいね。もうバンバン剥がしていくよ。強力なカードを使ってね。まあ 4C ボルコンやからデーモンハンドないし、いろいろなカードを持ってそうやけど持ってないといいね。ダブルブレイカー2枚盤面ある。やっぱダブルブレイカーっていうのはいかに強いかって、バーストショットは使えない。さあ俺を超えろ。俺を超えてこそだぞ。今超える力がなくても10年後、20年後、30年後に俺を超えればいいんだよ。わかるかい？無駄なガキをしやがって。これはひどい。面白いものをじゃあ見せてあげるよ。ハンデスされるからされし、もうデッキドローしたくないんで、怖いからね。これ使おうか。流儀がないのが私の流儀。ここちょっと入れ替えるか。まあ安定的にね、こういうプレイングしていく。出直しな、このガキ。逃げれるか？あーいい。アクアスナイパーはダブルブレーカーを持っているんだ。いやアクアスナイパーがマジで強いな。8コス6000ダブルブレーカー次のターン使いつつ、まあ手札をほとんど格付けみたいな感じやもんね。伝説を超えるか。まあここ攻撃してデモンハンドを来たとしても、まあ1000のクリーチャーが殴れればいいし、まあバーストショットが来れば相手のクリーチャーも破壊されるわけだから。さあこの盤面返すな、ほとんど無理っていうか、シールドが熱い。おい、まあさすがに二角の超人やんね。アクアスナイパー取るメリット、あ、What？ あなた日本語大丈夫ですか？ What's the happening now？ なんだ灼熱波だが、おなかなかやるな。だが5コスで取れるかな。世界1位の構築の前では無力だ。そして私は最後のデスティニードローで全て終わりしてあげるよ。だからここで決めないと結構返されるから、いくで、見てな。あーいミストレスでかいね。しかもこのターン相手ブロックするしかない。私の天よりの波動をまだ受けるか。
苦しめ、ず苦しめ、つるしめ、暮らしめ、すべての地獄を見るんだ。俺と一緒にすべての世界を変えようじゃないか。その手助けをしようっていうのに、なんでお前は俺の灼熱波、こいつ。おーおーおーおお、すごっな、こいつリスクなく灼熱波使うの小賢しいな。シールドない状態で灼熱波まで刺さるよね。おお、面白いね。私を楽しませてくれるじゃないか。無駄なガキをするほど弱いものはないって言ってるのに、なんでお前はそれがわからないんだ。なんでそこまでして俺をこう倒そうと見る目があるんだよ。勝てるという未来なんてないのに、私を倒すという荷物なんてないのに、そこまでしてやられたいなら見せてあげるよ、世界の終焉の最中というものをな。まずは1枚目、まずは2枚目、いいね。そして私はアルクワレアシュワフェロカイクワウェイヘイハラレレ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 。これがね、マナブーストの力よ。奇跡の閃光により世界を照らさん。なんという強さ。13コスト一旦使ってるからね。奇跡の閃光により世界を照らさん。これがね、世界ランカー1位のデッキを。いや、やばこれ、やばいなこれ。ちょ、驚いたわ、ちょっと強すぎて。なんだ、やっぱ自然文明ってやっぱ、マナブーストするのがやっぱ強いよね。そこをなんかしっかりこう見てるというか、いや、楽しい試合やったわ。